やらなかったら1年後2年後3年後または3ヶ月後半年後でもいいんです。どんな状態になってしまいますよっていうのをちゃんとお客様に伝えていくっていうことがね、すごく重要なポイントになるわけですよね。はい、皆さんこんにちは、エステ王子です。今回は契約率を上げる体験中の会話5つのポイントについてね、お伝えしていきたいと思います。このチャンネルではですね、エステ王子のサロン経営ノウハウ、カウンセリング、物販、リピーター作り、集客、それからサロン開業、こういったことについてね、お伝えしております。それからですね、エステ王子の日本一のエステテクニックもご紹介しておりますので、ぜひね、参考にしていただきたいと思います。はい、ということで今回はですね、カウンセリングの中の体験中での会話ってことですね。新規のカウンセリングをね、皆さん普段やられてるとは思うんですけれども、今まではですね、いろんな動画でプレカウンセリング、いわゆる体験をする前までのカウンセリングでの必要性みたいな部分を結構ね、いろんな動画で喋らせてもらったんですけれども、今回はですね、その体験をする、ね、エステの体験をしている時にどんな会話をするとよりですね、最後のご提案クロージングの時に制約率が上がっていくのかっていう会話、これをね、ご紹介していきたいと思います。はい、ということでいろんなね、会話をされてるとは思うんですけれども、ここですごく重要なのは何かっていうとですね、まずはこうやる気になっていただくとか、エステに対して前向きになっていただく、あ、このサロンやっぱりいいよねとか、私にぴったり合ってそうみたいな風にやっぱ思っていただくっていうことがね、すごく大事になってきます。でそのためには今回お伝えするこの5つのね、ポイントをね、ぜひね、踏まえて会話をしていただけるとよりですね、制約率が上がっていくと思います。まあ、他にもですね、いろんなトークっていうのはね、あるんですけれども、最低この5つだけでもせめてやってくださいっていうこの5つです。ではですね、お伝えしていきたいと思います。まず1つ目、これはですね、お客様の現状を伝えるということなんですね。これはどういうことかっていうと、プレカウンセリングの時に、まあ、ヒアリングをね、たくさんしていくと思うんですけど、その時に例えば冷え性だとかですね、それから脂肪がたくさんあるとか、むくみやすいとか、肩こりだとかですね、それからお肌で言ったら乾燥肌ですとか、ざらつきますとかっていうことを、おそらくですね、ヒアリングされているはずなんですね。じゃあそれをですね、しっかりとプロの目で見て触って、しっかりと今の現状が本当にどうなのかっていうことをちゃんと伝えるということなんですよね。例えば、足を触った時にちょっと冷たいってなった時に、何もですね、言わないっていうことではなくて、しっかりね、あ、足首のあたりすごく冷たいですねっていうふうにちゃんと現状を伝えると。でむくみがあるんであれば、あ、ここのふくらはぎのこの部分すごくむくんでますよねっていうふうにちゃんと伝えると。これをしっかりとやることによって、お客様は再認識をするんですね。あ、やっぱり私って足冷えてるんだとかですね、やっぱりむくむんだとかっていうふうにやっぱ思ってくださるということがあるので、ぜひですね、まずはその現状をしっかりとお客様に伝えていくということがすごく大事になります。それから2つ目、これはですね、お客様との共通点を見つけ、親近感をよりアップさせていくということなんですよね。最終的にクロージングをされてご提案をしていくと思うんですけど、その時ですね、ここのサロンに決めますとか、ここのサロンに通いたいですっていうふうにやっぱり言っていただくための一つのポイントっていうのはですね、人としての心理的距離感っていうのが近くなっていればなっているほど、正直ですね、お客様って断りにくくなるっていうのがあるんですね。なので、皆さんのご提案に対して、ここまでやってくれてこの人すごくいい人だから、そうだな、まあ、この人が言うんだったらエステ通ってみようっていうふうにやっぱ思っていただくと。でこれはですね、人間的な人としてのですね、 お客様との距離感が離れていれば離れているほど、その提案っていうのがですね、まあ、信憑性に欠けてきたりだとか、信用できないとか、本当に大丈夫かなって不安になったりするわけですよね。なのでそういった不安をやっぱりかき消すためのポイントっていうのは、プレカウンセリングでもコミュニケーションをとってお客様との距離を縮めていくっていうことを、まあ、必ずやらなければいけないんですけど、体験中の会話でもぜひね、それをやっていただけたらなというふうに思うんですね。なので共通点をとにかくしっかり見つける、ああ、私もそうです、一緒ですね、みたいな会話をしっかりとするということですね。それから3つ目、これはですね、やらないリスク、デメリットを伝えるということですね。要はですね、お客様ってそもそも今まで
言うほどですね、何かこう手入れをしてきたとかっていうふうなことではなくて、肌トラブルが起きてきたりだとか、体重が増えてしまった、またはですね、いろんな努力をしたけれども、なかなかお肌も改善しなかったし、体重もやっぱ増えてきちゃったっていうようなケースで基本的に来られることが多いと思うんですね。なので、じゃあ何もせずにですね、このまま例えば1年間今と同じように過ごしていったらどんな状態になると思いますか、みたいな風に聞いていくわけですよ。そうすると、それだったら何も変わらないかなとか、肌がもう少しね乾燥しちゃってとか、シミとかシワができやすくなっちゃうかなとか、もっと太っちゃうみたいな風にやっぱおっしゃってくださる方が多いんですよね。なので、こうやらないデメリットですね、ここをちゃんと伝えていくということなんですね。リスク、やらなかったら1年後2年後3年後または3ヶ月後半年後でもいいんです、どんな状態になってしまいますよっていうのをちゃんとお客様に伝えていくっていうことがね、すごく重要なポイントになるわけですよね。そうすると、そっか、何もしなければ私って、あ、3ヶ月後こうなってるかもしれないとか、1年後2年後って、あ、こんなことになっちゃうのかなとか、体型ってもっと崩れていっちゃうんじゃないかなとかっていうふうに、やっぱりね、リスクを感じるわけですよね。なので、そのしっかりとしたお客様に対するやらないデメリットとかリスク、これをしっかりとお伝えしていかないと、エステに対するこう前向きな気持ちっていうのがなかなか出てきませんので、ぜひね、今のところね、しっかりとですね、伝えていただきたいと思います。それからですね、4つ目、これはですね、プラスの未来、これをしっかりと伝えるということですね。先ほど3つ目のところでリスクとかデメリットをね、ちゃんと話しましょうっていう話したんですけど、それだけ話しててはやっぱりね、気持ちがですね、お客様の気持ちがやっぱ乗らないんですよね。なんかこう暗くなっていく。でもそれだけじゃなくて、大切なのはやらなかったらこうだけれども、やった未来ってどうなのっていうような会話をちゃんとするということですね。もしですよって、3ヶ月間通って、うちのね、通ってくださってるお客様と同じようにですね、こんな風に痩せてったらどうですかとか、こんな風にお肌が綺麗になったらいかがですかとかっていう風に、未来をちゃんと想像していただくということなんですね。未来をこう想像できないと、お客様って物を買わないんですよね。なので、ここに通い続けることによってどんな未来が手に入るのかみたいなところを、しっかりとね、お客様と会話をしていくということがね、すごく重要なポイントになってきます。それから5つ目、これはですね、サロンに通っているお客様の実例をお話しするということですよね。体型に来られたお客様って、まず何を知りたいかって言ったら、自分がどうなれるのかとか、自分に合っているのかとかっていうことをまず知りたいんです。で、その次にですね、ここに通っているお客様はどういう結果になっているんだろうかっていう、お客様のことを知りたいんですよね。なので、うちの商品はいいですよとか、このエステはこんな効果があってすごいんですよっていうのも大切なんですけれども、お客様が知りたいことは、このサロンに通っているお客様が結果出てるのっていうことを絶対知りたいんですね。あとは、どんな風に通ってるのとか、どんなサプリメントを使ってるの、どんな化粧品を使ってるのっていうのをやっぱ気になるんですよね。なので、サロンに通っているお客様の実例ですよね、これをとにかくたくさんの実例をね、出していくと、あ、なるほどと、例えば私と同じようなね、40代の方ってそんな通う方をしてるんだとか、あ、3ヶ月ぐらい通うとこんな風になれるのかとかね、半年通ってる方ってそうなんだとか、1年通ってる方もいらっしゃるんですねみたいな、はい、こういったところをやっぱりね、お客様って知りたいんですよね。おそらく皆さんもですね、何か物を買いに行った時に思うはずなんですよね。これって私に合ってるのかなとか、どんな方がこれたくさん使うんですかみたいなところやっぱ気になると思うんですよね。なので、サロンに通われているお客様の例をね、しっかりとお伝えしていくっていうことがね、すごくね、大事になりますので、ぜひやっていただきたいと思います。はい、ということで5つご紹介してきましたけれども、いかがでしたでしょうか、ね、まず1つ目はですね、現状を伝える。2つ目はですね、お客様との共通点を見つけて親近感をアップさせる。そしてですね、3つ目はやらないリスク、デメリットをお伝えする。そして4つ目、これはですね、プラスの未来の会話をする。そして5つ目、お客様の実例をお伝えする。ぜひですね、この5つしっかりとね、体験中にお客様と会話していただきたいなと思います。はい、ということで今回の動画いかがでしたでしょうか。少しね、参考になったなというふうに思われましたら、ぜひ高評価お願いいたします。それからですね、この動画に対する感想や質問などありましたら、ぜひコメント欄にお願いいたします。それからですね、これからも YouTube たくさんアップしていきたいと思ってですね、おりますので、ぜひですね、まだチャンネル登録をされてないという方はチャンネル登録をお願いいたします。
ということで、またお会いしましょう。